この奥、何かありそうだね。祭りが終わる。レイさん、怯える必要はありません。みんながいますから。きっともう少しで全部終わるよ。そうしたら、一緒に帰ろう。うん。あれか。来ないで。え？これはダメ。ダメなの。え？レイちゃん？これはどういうことだ。俺らの時と同じかもな。もしそうなら、あの子はレイちゃんのシャドウか。なんだと。自分自身でも気づいてない自分の見たくない一面、それがシャドウとして出てくるんだ。自分のシャドウと向き合って弱い自分を受け入れる。そうやって俺らはペルソナを得てきた。まさかレイもペルソナ使いになると。それはわかりません。あくまで僕たちはとしか。それに自分を受け入れるというのは言うほどたやすくできることではないですし。押し殺して見ないふりをしてきた自分の一面をすぐに受け入れるなんて誰にもできねえんじゃねえかな。だからまずはシャドウに言いたいこと言わせてやって、暴れさせてやって、それでやっとそんな自分を受け入れる覚悟はできるんだって俺は思う。レイちゃんの言いたいこと？どうして、どうして生まれたの？私、どうして生まれてきたの？この子誰？何なの？ぜ、やだ、怖い、怖いよ！ね、戻ろ、もう戻ろ！レイ、ダメだ。戻らない。来ないで。私を連れてかないで！なんかわかんねえが、やるしかねえようだな。大丈夫、レイちゃん。うちらこういうの慣れてんの。待ってて、今助けてあげる。レイちゃん、あの子はレイちゃんの一部かな。人にはいろんな一面がある。見たくない、認めたくない部分は誰にでもあるんだよ。私たちでよければ話してほしいな。レイちゃんが抱えてるもの、私たちじゃ分かち合えないかな。私、知らない。あんなの私じゃない。レイさん。あ、待って。それは？メッセージカード？
安らかに眠ってね。なんかそれって人にはいろんな一面があるか。確かにそうなんだろう。だからといって認めるなどできるわけがないんだ。レイ、私は全てを思い出した。私は時を支配する者クロノス。君を迎えに来ていたんだな。わからない。私何にも知らない。君はずっと迷宮に怯えていた。彼らが来るまで絶対に近づこうともしなかった。君が触れたくなかったのは迷宮の奥に隠した真実だったんだ。けれど彼らとは一緒にいたかった。一緒にいるために君にとっては恐ろしい迷宮にも入った。なぜなら彼らと同じようになりたかったから。同じところに帰りたかったからだ。でも違うんだ。君と彼らとは違うんだよ。違わない、違わない。あの時の私は間違っていた。君は私と行かなければいけないんだ。やめて。君の記憶を解くよ。すまない。時は来たんだ。私と行こう、レイ。いや、ねえ、行くとか行かないとかどういう意味？レイちゃん嫌がってるよ。レイは、やめて。レイはここにいてはいけない。いや、どこにもいられない。レイは死んでいるから。やめて！レイ！レイさん！